皆さんどうも、今回は J1 第26節アルビレックス新潟対京都サンガ FC について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合なんですけど、アルビレックス新潟よく勝ち切ったなと思うような一戦でした。確実に前半は京都の試合でしたし、京都からするとそこで仕留め切りたかった一戦だったんじゃないかなと思います。で、一方でアルビレックス新潟なんですが、前半かなり苦しんだ中で先制点を取って、で、後半は的確な修正を行っていくことで、見事京都のプレッシングを空転させながら、で、京都を走らせて勝利をつかみ切った一戦だったんじゃないかなと思います。じゃあまずはどのように攻守において京都が前半圧倒していたのか、こちらについて振り返っていこうと思います。まずなんですけど、リスタートの部分、ゴールキックだったり小島選手がボールを持った部分から話していこうと思います。で、その場合はかなりトゥーリオ選手がデン選手までこういう風に出てきて覗くことが多くなっていました。で、逆のマイケル選手、センターバックのところは原選手が対応していて、で、平賀選手が藤原選手で、三沢選手はダニーロ・ゴメス選手と、こっちの原選手、平賀選手、三沢選手のここの3枚はかなり当てはめることが多くなっていきます。で、やっぱりこうなってくるとの堀米選手と長谷川選手のところで宮本選手が数的不利な状況になるんですが、これはかなり許容していたんじゃないかなと思います。なぜならこちら側できっと京都は迎撃を作って攻撃に出ていきたかったんだと思いますし、現にその場面っていうのはかなり多かったんじゃないかなと思います。故にこの宮本選手だったり秋山選手、小島選手からボールを受ける出口を作り出すセンターハーフに対しては、米本選手だったり平戸選手、彼らが出ていくことでここの中央の経由っていうのも防いでいくことが多くなっていきます。で、この長倉選手、小野選手に対してはアピアタイヤ選手と鈴木選手と金子選手、ここの3枚でしっかりと回収して、小島選手からこういうふうな上のパスを蹴らした状態で弾き返すこと、回収をしていくことっていうのを考えていきます。で、最も京都が追い込みたい場所としては、やっぱりこの堀米選手のところで、ここに対して宮本選手を押し出していくことが多かったんじゃないかなと思います。だから、この宮本選手のスピードを生かすため、ショートスプリントの速さっていうのを生かすために、このトゥーリオ選手をデン選手まで覗かしたこと、で、原選手をマイケル選手までずらしたことによって、小島選手に対してこういうふうな長いパス、上のパスを蹴らせることを選択させていきます。だから小島選手からこの堀米選手にボールが出る、ここの間の分だけ宮本選手は狙っているんで、堀米選手まで出ていくことっていうのはできていましたし、前半の13分のシーンなんかはそれをしっかりと押し出して攻撃に転じることができたいい例なんじゃないかなと思います。で、この狙いをうまく作りながら京都は攻撃を完結させて、再びリスタートのところからこのような守備を押し出していましたし、それによってかなりアルビレックス新潟はボールを蹴らざるを得ない状況になって苦しんでいたんじゃないかなと思います。で、当然なんですけど、ボールを奪われた状態っていうのは、このような形で守備を行うことが多かったかなと思います。で、流れの中でボールを失って再びプレッシングに出ていく場合っていうのは、この秋山選手、宮本選手の管理の仕方が少し変わっていました。どのように変わっていたかっていうと、逆のウイングがセンターハーフまで絞り込むことが多くなっていきます。で、それに関連してこのデン選手、マイケル選手には原選手が出ていく形が多くなっていきます。で、ここではデン選手に出ていくような形を例として挙げているんですが、このデン選手のところに出ていった時にはトゥーリオ選手が堀米選手で、宮本選手は長谷川選手とサイドをしっかりと迎撃場所として設定していたんじゃないかなと思います。だからこのデン選手にプレッシングをかけていく中で、デン選手がこの手前だったり一つ奥のサイドを選んだ時にはボールを回収することっていうのはできていましたし、強引にこの宮本選手だったり秋山選手にボールを届ける場合っていうのは、ここで回収することっていうのも叶っていたんじゃないかなと思います。で、このウイングの選手を絞り込ましてセンターハーフに対応させた大きな一つの理由として、長倉選手だったり小野選手、出口を作ってくる選手に対してこの米本選手、平戸選手でしっかりと対応していくことを考えていたんじゃないかなと思います。だからアピアタイヤ選手だったり鈴木選手は彼らのカバーを行うポジションを取ることが多かったですし、それによって出ていく、プレッシングに出ていく安心感っていうのを与えていたんじゃないかなと思います。だから本当にプレッシングのところで京都はかなり高い位置でボールを回収することっていうのは前半できていましたし、アルビレックス新潟からすると
小島選手だったりの上のパスで回避するほかなかったんじゃないかなと思います。だから本当に前半は京都のプレッシングがハマりにはまっていましたし、それによって得られるチャンスをいくつか決め切っていればまた違った展開になっていたんじゃないかなと思います。で、攻撃の局面っていうのもかなり試合を進めていくことができていました。じゃあどのようにそれを作り出していたかっていうと、4-4-2で構えるアルビレックス新潟なんですけど、ここの4枚がかなり内側に入っていくことが多くなっていきます。これは京都が狙っていることで、トゥーリオ選手って平戸選手、ウイングの選手が内側に入っていくことで、最終ラインを中央に寄せることが多くなっていきます。でそうすると空いてくるのがこの大外のスペースになってくるんですが、ここの大外のスペースを共有するのが宮本選手であり三沢選手、サイドバックの選手がここを共有していくことが多くなっていきます。でここを使っていくためにまず一つ行っていたのが、この米本選手やってる金子選手、平賀選手、誰でもいいんですけど、この3枚がローテーションしながら2トップの脇で起点を作ることが多くなっていました。3人の土台を作りながら前進をしていくんですが、一つの狙いとしてアルビレックス新潟のサイドハーフがかなりサイドバックに釣られることが多いんで、ここの縦パスっていうのを一つ入れるためにサイドハーフとセンターハーフのこの門を広げることが多かったかなと思います。だからこの米本選手だったり、逆だったら鈴木選手、平賀選手が降りることもあるんですが、ここからこういうふうな縦パスを送った瞬間に、フリックで原選手だったりが抜けていくのか、それとも外側に展開して宮本選手が上がった先でクロスを上げてフィニッシュを作っていくのか、こういう形は多かったんじゃないかなと思います。で先ほども言ったように長谷川選手だったりダニーロ・ゴメス選手はサイドバックの宮本選手、三沢選手の立ち位置に依存することが多いんで、かなり押し下げられていましたし、この押し下げられた先でじゃあどのように陣地を回復していくかっていうのは一つの課題として残った一戦だったんじゃないかなと思います。で当然この 3-2 の土台だけでなく 2-1 の土台を作りながら攻撃を仕掛けていくことも多くなっていきます。で長倉選手、小野選手を止めるために金子選手が彼らに影響を与えて、このアピアタイヤ選手って鈴木選手、センターバックの選手を安全に縦パスを打たせるようなプレーを選択させていました。これも先ほどと同様で門を通しながらトゥーリオ選手ってリエト選手がボールを受けて、外側に展開するのか、それともコンビネーションを使って攻撃を仕掛けていくのかっていうのは考えていましたし、先ほどのものも今回のものも、米本選手って平賀選手って金子選手、中盤の選手がしっかりと前向きにトランジションに入れるような状況を作り出していたんで、本当にアルビレックス新潟からすると門を広げられて回避されてしまっていたなっていうのはとても感じる一戦だったんじゃないかなと思います。だから京都からすると本当に攻守において前半は圧倒していましたし、確実に京都の試合だったんじゃないかなと思います。で後半からなんですけど、じゃあどのようにアルビレックス新潟が試合を取り戻していったかっていうと、まず迎撃場所を明確にすることが一つ挙げられていきます。でこの小野選手、長倉選手、彼らが金子選手を止める、消すことが多くなってくるんですが、そうすると先ほども言ったように 2-1 の土台になることが多くなっていきます。で宮本選手、鈴木選手、ここを放置することによって縦パスを打たせることがほとんどだったんじゃないかなと思います。でこのダニーロ・ゴメス選手、長谷川選手は、外側のサイドバックを確実にケアする形を取りながら、この秋山選手、藤原選手で絞ってくる原選手、ウイングの選手とインサイドハーフの選手を潰し切ること多くなっていました。この鈴木選手から出てくる縦パスをしっかりと狙って迎撃するために、迎撃場所を明確にしたことと、入ってくるパスはしっかりと対応しなさいっていうのは確実に指示としてあったでしょうし、だからこの辺りでボールを回収してそのまま攻撃に出ていけるっていうのはアルビレックス新潟後半から増えたんじゃないかなと思います。でボールを奪えるようになってからアルビレックス新潟はこのような形で前進をしていきます。何が大きく変わったかっていうと、サイドバックの立ち位置です。堀米選手も藤原選手も少し最初は低い位置を取りながら、トゥーリオ選手、原選手、彼らを引っ張り出すことを行っていきます。でこのサイドバックが低い位置を取った大きな理由として、やっぱ長谷川選手、ダニーロ・ゴメス選手、サイドハーフの選手がこういうふうに降りてきた時に、ここにもあるように小野選手が外側に流れて呼吸の場所を作っていくことっていうのが大きな
狙いとしてあったんじゃないかなと思います。だから例えばですけど、堀米選手がボールを持った瞬間にトゥーリオ選手がプレッシングに出てくるんですが、その際にサポートとして長谷川選手が降りることが多くなっていきます。でここに出てくるのはやっぱりサイドバックの選手の佐藤選手になってくるんですが、この佐藤選手を引っ張り出した分だけ、ここの背後のスペースっていうのは広大に空いてきます。この背後のスペースに小野選手が流れてきて、まあ、一発でここを使って呼吸をしていくのか、それとも長谷川選手の技術を使いながらフリックだったりターンして小野選手に届けて、ここで呼吸をして小野選手が起点になっていくのか、まあ、これはうまくアルビレックス新潟選手間で、これはうまくアルビレックス新潟は選手間でコミュニケーションを取りながら、小野選手を起点として京都のプレッシングを空転させることっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。でボールサイドはしっかりと宮本選手だったりが絡みながら、まあ、センターハーフの選手が絡みながら小野選手に届けることが多かったんですが、逆サイドがかなりサイドバックが入ってきてセンターハーフを押し出す形を取っていきます。これなんでこの形を取ったかっていうと、小野選手が外側に流れるんで、中央に長倉選手だけになってしまうと、仮に攻撃に出ていった時に、早い攻撃に出ていった時に攻撃の厚みっていうのがなくなってしまうんで、その厚みを加えるために藤原選手だったり逆のサイドバックが入ってきて、宮本選手、特に宮本選手なんですけど、押し出すことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。でこれによってアルビレックス新潟は京都を空転させて走らせることっていうのに成功していましたし、その走らせた先で、まあ、3枚替えを行って見事に追加点を奪うことっていうのはできていましたし、上下左右に広げることってプレッシングの距離を伸ばして、でプレッシングを分断して京都を苦しめた一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、確実に前半は京都の試合で、後半はアルビレックスの試合だったんですが、その中でやっぱり京都は一つうまくいかなくなってしまうと、良くなかった時に舞い戻ってしまうんで、ここのメンタリティの持ち直しっていうのは確実に必要でしょうし、まあ焦って短期プレスになってしまったんで、アルビレックス新潟からするとスペースがたくさんできて回避はしやすかったんじゃないかなと思います。で一方でアルビレックスの課題として、やっぱどうやって試合を締めていくのかっていうのは確実に大事なことですし、そこでテンポを上げるのかよっていうシーンはアルビレックス新潟多かったんで、リードをした中での試合の締め方っていうのは確実にこれから先身につけていかないといけないところなんじゃないかなと思います。はい、前後半の展開が全然違って本当に面白い一戦だったんで、ぜひ皆さんこの試合見返してみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。